国会は消費税、増税、法案などをめぐる審議が続いています。で、こうした中民主党の輿石幹事長は党の分裂を避けようと、野田総理と小沢元代表の会談の実現を目指して調整に入りました。中継です。はい、20分ほど前に始まった輿石幹事長と小沢元代表の会談は現在も続いています。党内融和にこだわる輿石幹事長ですが。 野田総理大臣と小沢元代表の溝は深く、そう簡単に埋まりそうにはありません。小沢元代表側近は、越石幹事長の顔を立てて会うかもしれないとしながらも、どうせ会っても平行線だと冷ややかで、野田総理サイドが妥協してこなければ会っても無駄だと強気です。これに対し野田総理は小沢氏との会談を調整する一方で、今日も自民党に対して協力を呼びかけました。 大きなまず差があるという認識がないのかどうかの違いはあることはあると思いますただしそれはその横たわる川は決して広い川ではない深い川ではない乗り越えられる党内融合にこだわって増税法案の採決先送りなどを小沢元代表側に妥協すれば自民党の協力を得るのは難しく野田総理にとって打開策が見当たらないのが現状です